プティクーディアックの戦いは、フレンチ・インディアン戦争の戦闘である。イギリス植民地軍と、フランス人主幹シャルル・デシャンド・ボワシェベール・エド・ラフェトに、引き入られたアカディア反乱軍とが、1755年9月4日に、プティコディアック川に面した、ビアージュ・デ・ブランシャールで交戦した。シャルル・デシャンド・ボワシェベール・エド・ラフェト1755年6月16日、 ボーセジュール取りの攻略の後、ノバスコシア総督チャールズ・ローレンスの命令の下、イギリス軍はアカディア人の追放作戦に出た。指揮官の大佐、ロバート・モンクトンは多くのアカディア人の村や民兵に奇襲をかけた。一方で、アカディア側の指揮官、ボワシェベールは攻略後姿をくらましていた。モンクトンは、ボワシェベールがニューブランズウィックのどこかにいることは気づいていた。 ボーセジュールの攻略で、指揮官のルイデュ、ポンデュ・シャンボンド・ベルゴが降伏したものの、この攻略でニューブランズウィックすべてが降伏したわけではなく、イギリス軍を撃退する機会はいくらでもあった。攻略の後、モンクトンは、セントジョン側の河口のポアント・サンタンヌを守っていた、ボアシェベールを立ち退かせるため艦隊を送った。守りきれないと悟った、ボアシェベールは砦を壊した。 イギリス軍がプティクーディアク側への遠征を計画しているという情報を受け取ったボワシェベールはチップディに急いだ。フランス本国からもルイブールからもそしてケベックからも今後のアカディアに関して命令らしきものは来なかったがボワシェベールは対イギリス同盟のため個人的な人脈も活用して先住民とも接触を図り120人のアカディア人先住民マリシートと ミクマクと共に、ゲリラ軍を結成した。反乱軍のリーダーとなった、ボアシェベールは、ミラミッシュ側の過酷を拠点に、アカディア人を、イギリス軍から逃れさせ、ケベックに送るための手助けをした。ファンディワン方面作戦が行われていた8月28日、モンクトーンは、少佐のジョセフ・フライト200人の民兵の遠征軍を、かつては、防セジュール砦だった、カンバーランド砦から、 二隻の武装したスループに乗せ、プティクルディアク側に面したアカディア人の入植地を根絶やしにするよう命令を出した。シップディの建物に火を放った後、遠征軍は川を前進し、集落に火をつけ、道すがら村人を捕虜として交流した。9月2日、遠征軍がビリアージュでブランシャールの内外に火を放ち、集落地根絶の作戦を開始した。本隊は、 プティコディアック側の東岸にいて、50人から60人ほどのジョン・インディコット率いる文献隊が西岸にいた。彼らが教会に火をつけたとき、ボアシェベールと80人の兵とあるため、が攻撃を仕掛けた。イギリス軍は堤防の陰に引き上げ、フライが残った兵と上陸して指揮を取ったときはかなり動転していた。3時間に及ぶ激戦の後、フライは、 結局兵たちをせき立てて、ボートに乗せ、退却した。イギリス軍の戦死者は22人、負傷者は6人だった。ボーベアール島、イギリスにとっては、停滞敗戦だった。フランソアル・グエルヌ修道院長によれば、この戦いは、某セジュールのすべての大砲よりもイギリス軍を震え上がらせた、反乱軍の多くにとっては、初めての戦闘体験であった。この戦いは、 アカディア人にとって初めて見えた希望だったボアシェベールはアカディア人家族30人を救出し農作物と備蓄食料とがまかなえるほどの畑もいくつか確保した。ラフェとはカンドレスペランスとして知られるアカディア難民のキャンプをボアシェベール島に作った。シャルールアントレスティグーシュ側にもキャンプがありそこにはアカディア人たちはどうにか自分たちでたどり着いた。 レスティグーシュ側の難民キャンプはプティロシェルにあった。ここは今のニューブランズウィック州キャンベルトンの近くである。ありがとうございます。